皆さんこんにちは。テレビ時代劇眠り狂四郎や大河ドラマに多く出演していて、ダンディーな大御所というイメージが強かった俳優の田村正和さん、子供は元女優？現在は役員で南国歯科オーナー夫人ですか？今日は田村正和さんのことについて紹介します。まずは田村正和さんの経歴とプロフィールから紹介します。田村正和さんは日本の俳優、京都府京都市右京区太秦生まれ、東京都世田谷区育ち、成城大学経済学部卒業、最終所属は自身の個人事務所である神話ごと勤務所、坂東妻三郎の三男で、長兄の田村貴博、弟の田村亮と共に、田村三兄弟と呼ばれるが、実際には次兄の田村利丸を含め四兄弟である、異母弟に俳優の水上康弘、家族は妻と娘、40代後半からホームドラマにも出演し、コミカルな三枚目役をこなして、それまでのイメージを一気に塗り替えました。そして、古畑任三郎シリーズの爆発的ヒット、さらに年を重ねた田村正和さんの作品を楽しみにしていたのですが、残念ながら77歳で他界されました。田村正和さんの娘さんについて検索していると、女優というワードが出てきます。結論から言うと、田村正和さんの娘さんは女優だったことはありません。一般人です。田村正和さんの父親は銀幕の大スター坂東妻三郎さん。田村正和さんは男4人兄弟の三男、兄の田村貴博さん、弟の田村亮さんも俳優です。まさに俳優一家ですよね。そのため、娘さんにも女優の噂が出たのかもしれないですね。田村さんの娘さんは原宿の高級中華料理店南国酒家のオーナーと結婚されたようです。娘さんの旦那さんは学習院大学卒業ということも分かっています。ただし残念ながら名前や顔画像は判明していません。ここでは田村正和さんが亡くなった経緯や死因などについてご紹介していきたいと思います。田村正和さん死去の報道は2021年5月18日、夜のニュースで一斉に報道されました。田村正和さんは2018年にフジテレビ系ドラマ、眠り狂四郎ザ・ファイナルに出演したのを最後に、メディアに出なくなっていました。同じ年に雑誌の取材を受けた際、僕はもう、やりきったから静かに死にたい、と言ったそうで、事実上の引退とも言われていたのです。そのため、それから亡くなるまでの様子が報じられなったので、ファンの多くは急に亡くなった印象を受けたようですね。田村正和さんの死因はコロナではなく心不全でした。心不全とは様々な疾患が原因で心臓の機能が悪くなってちゃんと動かなくなってしまうことです。病気の名前ではなく心臓病の原因とされています。心臓の機能が低下するためにむくみや息切れが起こるようになって命を縮めることになるとか、風邪の悪化で心不全になるの。田村正和さんが亡くなる2ヶ月ほど前に風邪をこじらせて検査入院すると事務所関係者が語っていたそうです。コロナウイルスには感染していなかったそうですが、風邪の悪化で心不全を起こしてしまったのでしょうか。田村正和さんはもともと冠動脈性心疾患という心臓病を患っていたそうで、亡くなる5年ほど前には手術も受けていたとか、風邪の悪化によって心臓に負担がかかって心不全を起こした可能性はありそうです。4月3日は田村正和さんの一周忌だった。亡くなっていたことが公表されたの1ヶ月以上が経った5月18日でした。プライベートを見せないという美学を最後まで貫きました。田村さんが暮らしていた東京成城では今も故人を偲ぶ声が聞かれる。近所に住む女性に話を聞いた。子供の頃田村さんの娘と仲良くさせてもらっていて、自宅にも遊びに行っていました。当時は今の大きな家の敷地に3軒の家が建っており、田村さんたち兄弟がそれぞれ住んでいたんです。たまに田村さんがいると優しい笑顔で私たちが遊んでいるのを見守ってくれて、スタイルが良くてかっこいいおじさんだと思っていました。最後に会ったのは亡くなる2ヶ月前。朝の散歩をしていて、おちちさんとお母さんは元気ってニコッと笑ってくれました。いつも違う花が添えられていて
現在は残された妻が正常の家を守り、娘もよく訪れているという。奥さんが一人だと広すぎるかもしれませんが、今もお住まいです。会えば挨拶もするし、変わらずお元気ですよ。田村さんは晩年、軽井沢に所有していた400坪町の土地にある別荘で過ごす時間が長くて、そちらに引っ越すという話もあったんです。でもやっぱり田村さんは正常で死にたいと言って引っ越しはやめたそうです。田村さんの墓は横浜市郊外の霊園にある、山を切り開いた広大な敷地の中、高台ではなく低い場所に位置している。周囲の墓の5倍はあろうかと思われる広さだが、隅に五輪塔があり、その隣に小さな墓石が据えられている。来ていた人に話を聞くと、いつも違う花が備えられていますよ。霊園との契約で年5回の草むしりと花も毎月変えてもらえることになっているようです。ご家族を見かけたことはありませんが、ファンの人が来ているのを見たことはあります。田村さんは一重院養父88年に生前墓としてこの区画を購入、しかし49日に納骨されても墓石はないままだった。墓石が建てられたのは亡くなって4ヶ月以上が経ってから。田村さんは墓の作りにこだわりがあり、専門家からアドバイスを受けていたという。この墓は吉葬墓と呼ばれるものです。一般的な墓は先祖が建てた一つの墓に代々入るのですが、吉葬墓の場合は代が変わるごとに子が墓石を建てます。敷地内にどんどん墓が建つことになりますが、今は田村さんの墓石があるだけ。田村さんの名前は黒で刻まれていますが、奥さんの名前も生きていることを刺す赤文字で入っています。墓地代は数千万円。墓の向き、石の色や文字などにも細かい決まりがある。高低差のある霊園内でも低い位置を選んだことにも理由があった。上の方に墓を建てると財産が増えないとされているためだ。田村さんは母愛学校を大ごとにしていたそうで、京都の専門家に聞いていました。墓石が小さいのは高さがあると金銭的に強と言われるから。土は田村さんの本家の墓がある京都の業者から備前土という黄色い山土を運びました。砂利や小石は子供が病弱になるとされ、土を敷くことをこだわったそうです。広い敷地の隣にある区画には祭壇のような火災石があって、墓地代は合わせると数千万円になります。3月下旬、週刊女性が田村さんの墓の前にいると、男性2人と女性1人がやってきたと聞けば、そのうちの男性1人は田村さんのマネージャーだったという。そこで一周忌の予定について問うと、特に何もないと思いますよ、亡くなってしばらくは墓石がなかったことについてはそっと送ってほしいということだったんだと思いますと語る。田村さんの父坂東妻三郎さんの墓は京都にある。熱心なファンが墓参りをしやすいようにと、道すがらに立っていた案内板を見た田村さんは怒って引っこ抜いたという逸話が残っている。自分の死はそっとしておいてほしいと考えたのだろう。この男性マネージャーに田村さんとの思い出話も聞いた。私は50年前から正和さんを担当していました。一番の思い出深い作品といえば古畑任三郎になるのでしょうが、若い頃は眠り京四郎ですね。木村拓哉さんが小畑任三郎のモノマネをしていましたけど、嫌がる様子もなく笑って見ていましたよ。これで仕事を辞めたい。最後に会ったのは5年ほど前だったそう。眠り京四郎ザファイナルというドラマでこれで仕事を辞めたいと言っていました。でも最後に話をしたのは昨年の2月で、コロナが落ち着いたらご飯食べようと言っており、声も元気そうだった。まさかその2ヶ月後に亡くなるなんて本人も思っていなかったはずですよ。それでも田村さんは死を予見していたのか、その発表を遅らせたのは本人の遺言だったと明かしてくれた。そう奥さんがおっしゃっていましたから、亡くなった時に私にすら連絡はなかったんです。四十九日が終わった5月18日に連絡があって、急遽私が発表したんです。長年の苦楽を共にしたマネージャーにも死を知らせないという徹底した管理。生前は仕事でロケに行った時など外に姿を現すことを避けていたのは有名な話だ。
外食はせず、食事は個室、付き人が食べ物を運んでいました。私と時々部屋で食べるくらいでしたよ。打ち上げも個室でした。晩年は軽井沢に移住しようとしていたという話についても聞いてみると、確かに軽井沢には毎年夏になると行っており、そっちに住むという話もあったと思います。でも軽井沢はあくまでも別荘という感覚だったのでは、正和さんはやっぱり正常にいたかったんじゃないでしょうか。軽井沢での生活より住み慣れた正常で最後を迎えることを選んだ田村さん。今その正常の家は妻が守り、本人は自らデザインした墓所で安らかに眠っている。時代劇からホームドラマまで幅広い演技をこなしていた田村正和さん。若い人からお年寄りまでファンの年齢層も幅広かったと思います。亡くなっても田村正和さんの作品は残り続けるので、これからもファンが増えていくでしょうね。心よりご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。